西山公園の筒つつじ西山公園の噴水と夜桜西山公園は福井県鯖石市桜町にある都市公園である。市を代表する観光地であり、公園の南側の出入り口に道の駅西山公園がある。本項目ではこれについても記述する。西山公園は日本海側最大規模の筒つつじの名所で、園内には約5万株が植えられている。 毎年5月上旬には筒つ子つ祭り、11月上旬にはもみじ祭りが開催され多くの観光客で賑わう。また、日本庭園、動物園、展望広場、芝生広場、噴水広場、冒険の森などが整備されている。2006年に日本の歴史公園百選に指定された。動物園には、レッサーパンダをはじめ、フランスワルトン、シロテテナガザル、ボリビアリスザル、 山頂、インド空雀などが飼育されている。レッサーパンダの繁殖数は日本一を誇り、動物園の入園料は無料。西山公園は、サバイ藩七大藩主の真鍋キカ勝が、長泉寺山周辺を憩いの場として造営し、1856年に先、養鶏と命名したのが始まりとされる。先日には、自然に接して楽しむという思いも込められている。 前日の日本の歴史公園百選の選定基準にはこの先を計が一つとなっている。1889年、町村政発足により鯖江町の町立公園となり、1914年に大正天皇即位の事業として整備され、現在の西山公園に改称された。なお、公園南側に鯖江市が開設した先非会館は、 西山公園の古名が由来となっている。2018年4月29日には、サバエ出身のアーティスト歴史が、西山公園において外線ライブを開催している。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、セレブレーション会場となった聖火ランナーは、公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて、組織委員会は、スポンサー企業4社と、 各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した。西山公園南側に道の駅が2014年4月5日に開設された。鯖江市西山動物園へは道の駅内にあるエレベーターと橋を利用していくことができる。福井県観光営業部観光振興課によると 平成23年度の観光客入り込み数は103万1000人で、福井県内では、東人坊に次い2番目を誇る。近年、観光客入り込み数は大幅に増加している。筒子祭りでは23万6000人が訪れた。西山公園の筒子が満開に本海がわずい一の名所。北陸新幹線で移行こう。北陸、新越観光ナビ。 h t t p s w w w h o k u r i k u s h i n k a n s e n n a v i j p p c n e w s a r アー c クル p h p id="news000021562019 ー年8月16日」閲覧。西山公園の歴史。鯖江市都市計画化。 2019年8月16日閲覧。鯖江エシ会館命名の由来、歴史、筒子崎誇る西山公園で外線ライブ開催、遊びにこねの、音楽ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ2551082019年8月16日閲覧。 稲穂とツジが咲き乱れた、歴史のサバエ外線ライブで6500人が熱狂。音楽ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードッスラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ2803162019年8月16日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.orgweb 20兆1909億2712万 5733HTTPS www. 日経 .com アーティクルジャックスムーズ5027万 8340X20C19AQCR000 聖火リレー公募に延べ53万件応募日本経済新聞 HTTPS www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ50278340 x20c19aqcr000 オリジナルの2019年9月27日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.orgweb we 20 1909 2712 5733 https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ50278340 x20c19aqcr0002019 年9月27日閲覧村山強し道の駅西山公園今日オープンさばえ毎日新聞道の駅西山公園に関するカテゴリーありがとうございます